この時間からこの時間空いてますって言われたからその時間に行ったんですけど、なんと1時間しか練習させてもらえなくて、私半分やってないの練習。やばい、これは結構やばいです。ということで長坂さん怒ってます。はい、全然怒ってないですけど、怒ってるってことで、長坂はダンス曲メドレーまでしか練習してないんです。まだということで、明日ということで長坂さん明日、公演前にそれをやらなければならないので、また台本ができません。本当にごめんなさい。はい、あとは後はさっき大富豪やってたんですよ。もう2枚出してもう勝ったって思ったのにジョーカーで切られて残りスペさんだったから、あーもうブチギレブチギレなんか昨日なんかみんながさ、今日はもう惨敗だったみたいな、心折れましたって言ってたんですけど、いや中坂の方が結構やばかったから、もうプンスカプンスカプン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 って感じなんですけど、でも全然今日中坂大富豪やってないのに、なんかめちゃめちゃみんなさんが頑張ってくれて、おかげでめっちゃすごいすごいからもう泣けてきちゃう。みゃーん、長坂さんの班の方じゃないです。まあそんな怒ってる怒ってないはどうでもよいんです。こんばんは。今日スタバ飲んだよん。桃。桃飲んだよん。脈打ちを防げんかった、ごめん、全然いいんですよ。なんかめっちゃ優しかったんですよ。でもその後ミユがあもう1枚になってから一生出せなかったのカード、もうめちゃめちゃさ本当にミユ結構ガチであのはみたいな話もうなんかもう結構あのもうえなんでみたいな、なんでそこで切ってくんのみたいな、あと1枚なんだからさ優しくしてくれていいじゃんって思いながらあの見てたわけ。でもミユスペさんだからもう何をどうあがこうと絶対出せないんですよ。だからもうって思いながらこう見てて、そのミユの1個前がミユのファンじゃない方だったんですね。でその2個1個前んそのミユのファンの方じゃない前は全部中坂のファンだの方で、その中坂のファンの方はどうにか中坂を上がらそうとこう4とか5をめちゃめちゃいっぱい出してくれたんですよ。なのに中坂さんはあのスペシャルしか持ってないからもうあはあはあははパス、あはあはあははパス、あはあはあははパスみたいな感じでした。テンション高かったっす。みゆちゃんに溺れそうな最近です。溺れちゃいましょうい。今日ね足がすっすごいです。その後反則上がり？なんか結局ミュウは出さなかったの。ミュウは出さずに都落ちしたんだって。中坂のファンの方が1位になったの。でそれでその中坂都落ちしたわと思ったんですけど、その長坂をのが上がるのを阻止してきた違うファンの方があの反則上がりをして、ミュウはなんか貧民になってみたいな終わったみたいな感じです。八分にもないから何もできなかった。全然いいんですよ、気にしないでくださいそう、めっちゃ暑いからちょっと扇風機つけるね。めっちゃ手痛い。笑顔
ガンが笑ってない。あはは、あはははは。ひやこさんつけないな。みゆの、これ眠気覚ましなんですよ。やばい、激臭。おお。これ食べたら眠くならないの。だから、ひやこさんはもうつけてないです。つけなくても生活できるくらいさ、あったかくなってきたじゃん。間違えた、涼しくなってきたよ。早川先生、チャイナ服でいちいち配信してるぞ。いちいち配信それ見たいですね。中ちゃんのパラダイスの次は、あの星が増えてくんですよ。星がレインボーになったら最上級だし。からじゃないです、まだ入ってる。ほう。激臭。これめっちゃ美味しいから今日買ってるんだよね。そして今日なんと1週間ぶりのアイスクリーム買ってきました。イエーイ。ひこさんは当分つけんと思うよ。はい、もう顎が顎顎してるから、はい、顎顎って感じです。ちょっとチャイナ見てきてもいい、戻ってきてくれるならいいよ。ゼップツアーの帰りに対戦できてよかった、嬉しかった、素晴らしい。まあ、弱むちアイス食べてもいいじゃないですか。かさかは今日はあのサンデーカップを買ってきたよ。顎鍛えてないです。あのなんかこう噛むと満腹中枢が刺激されてお腹がいっぱいになって食べ物を食べたくなくなるんだって。だからこう噛むものだから、はい、歯の歯の歯噛んじゃったじゃん、歯のこれ噛み噛みですね。顎を鍛えてるわけではないです。顎ここがさ張ってきそうじゃん。もう骨格かもしれないけどさ、こうムキーってなるの嫌だから、はい。白クマいいじゃないですか。ロングロングアゴー懐かしいですね。昔昔昔みたいな。今防災って昔の長坂見てた。なんだろう防災って、わかんない。あ、みグミ最近食べられなくなっちゃって、甘すぎて。もうこういうさ、しょっぱいものばっか欲してます。そう、噛むのを増やすみたいなことです。そう、久しぶりに外出たんですけど、ガチしんどい。もう出たくない外みたいな。でもまた明日出て23、24、25、26って引きこもる多分。あ、今日無事入金完了しましたね、ご報告まで。さすがです。マックシークの M 一気飲みしたの、ダメだよ一気飲みしたの、喉乾かないですか一気飲みすると。チャイナでプランクしてました。生足釣り堀。プランクって何ですか。筋トレ。すごいくない、ミエも見に行きたいんだけど。充電が、充電充電。今イッツサニーの方がねミクチャで配信してるんだ。よいしょ。明日髪の毛切ってます、いいな。 YouTube にまとめられる中坂さんとあなたですか。あ、そうかもしれないです。中坂はでも今日はまあ、チャイナ服には負けちゃうかもしれないけど、これこのね、私の世界で一番大好きな T シャツをもう身にまとってる中坂がもう神なので、こう見る価値しかないです、はい。たけちゃん今日ギフトだけで失礼します。あー、ごめんなさい、もう抜けちゃうのかな。じゃあギフト読んどくね。先生ママさん、チアナゴとかわいいハード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 ハート、ありがとうございます。
最近お母さんのズボン勝手に履いてます。明日の公演は高いについてるじゃないと思います。でもね、悩んでる髪型ジャージじゃないんですね。この T シャツかわちいやろ。この T シャツはまあいわゆる天使ちゃん T シャツって言うんですけど、天使ちゃんが中坂の誕生日にくれた T シャツです。もうかわちいかわちい、もう大好きなんですこの T シャツ。これはハローって書いてあります。ママサカよりミュウの方が身長高いけどママサカの方が足が長いっていう悲しい現実です。でもこっちの携帯さ、ショールームワンチャン入ってないんだよね。入ってたらさ見れるけど、入ってなかったら見れない。それなら可愛い。天使ちゃんに弱いです。で、天使ちゃんとは、天使ちゃんがくれたこの上の服なんですけど、天使ちゃんのその年の天使ちゃんの誕生日にミュウは下をあげたの。こう上下セットなんですよ。でもミュウ下はあんまり履かないんです。あ、私ショールーム入ってないかも。え、見れないじゃん。ショールーム入ってない。みんなどうしたらいい。ショールームってアプリ入れないと見れないよね。もう多分アプリ入んないと思う、容量ない。そういえばブログのアイデアをインスタのメッセージに送りました。 DM ですか。ありがとうございます。ちょっと昨日は見れてないんだよね。2年前の中坂セーターにもまさかいた気がする。あ、2年前はいましたよ。またここにニキビできたんだけど最悪。はあ。ねえ、ダメだ、すごいさ止まるんだけど。あっけい。あ、すごい、読めます、読めます、ありがとう。あ、でも中坂さん一個シリーズを考えたんですよ。でもなんかミュウは本当に何も見ずに考えたんだよ。でも横にゃんさんと企画がもろかぶりしてたんだ。悲しい。画質が、え、私今 4Z だよ。はい、高画質。あ、そうなんだ、見れるんだブラウザ。352日だってやば。どんな企画かというと、中坂が考えた企画はまあ私は今年1年を挑戦の年にするって言ったので、生誕祭で。だから中坂的チャレンジ企画っていう、中坂がやったことないことにチャレンジするっていうアメブロを書こうかなって思ってたんですよ。でもなんか横にゃんさんもなんか結構マジ全く同じようなテーマで結構やられてて、しかも中坂が考えてる企画はもっと薄いんですけど、中坂が考えてる企画よりもっともっと濃い横にゃんさんがしてるので、なんかちょっとしづらいです。っていう話？違う。歌唱の練習はもちしてますけど、歌ってるというかさ、歌ってるだけじゃないですよもちろん。大富豪
後の調整も確かに意外だった。はい、意外でしょ。ブラウザで見るってあるじゃん。もうワンチャンログインしないと見れないよね。音流れたらちょっと恥ずかしいですね。あ、見れる見れる。でも画面が出てこないよ、はやかちゃんの一番見たい部分が出てこないっていう事件です。あー、見えた見えた。めっちゃ可愛いんだけど。ピンクです。かわいい。はい、初めてはやかちゃんのさ配信をさ見たんですけど、めちゃめちゃ生活感が溢れてますね。イさんとみっちゃんとここちゃん可愛かったよ。いいなー、いいなー。白なの？めっちゃピンクだと思った。そこは中坂と同じだね。1年配信特に何も考えてないけど、何かやってほしいことありますか。365日が1年前に修学旅行の日となるわけだね。はい、帰ってきた日です。でも中坂は割と背景って感じ。はい、背景って感じ。なんかさ、背景って感じやん。じゃあチャイナ。持ってないよ。あー、パス。読んですらない。365日目公演だったりして、あー、それはちょっと、それはちょっと、それはちょっと、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 めっちゃ好きです。あ、いきなり告白ですか。ありがとうございます。お祝いのケーキとか一緒に食べよう。あ、いいねそれ。お祝いのケーキ食べる配信したいな。じゃあ何のケーキがいいですか。まあ、1年だからホールケーキを買うのもあり、長坂1年おめでとうっていうホールケーキ買うのあり。配信してくれるだけで嬉しいよってイケメンなみたいなこと言ってみる。ええ、かっこいい、かっこいい。カエルまんじゅう食べたい。ケロトッツをね、売ってないんだよね。一人で一ホール食べるの？なんかめっちゃ一番ちっちゃいやつだったらワンちゃん食べれ、まあ、食べれないけど、ね、ケーキそんな好きって。アイスケーキとかおしゃれなら、うん、高いやん。もう私は池田さんに今年の誕生日プレゼントにホールケーキあげたんですけど。はい、詳しくはね、あの1月、間違えた、7月5日の池田のショールームを見ていただければわかるんですけど、あの私今年池田さんに、ホールケーキをあげたの、誕生日プレゼントに。そうで、それであげたら池田さんはあの3日間くらいかけてかな、結構食べてました。バラが咲い、バラが咲いてると思ったら中ちゃんでした。慣れることを言った。バラです。365日はあの9月の3日か4日です。何号、なんか別にホールケーキなわけじゃないんだけど、見た方には丸い、わかるんですけど、こう丸いケーキです。なんかそのショートケーキなの。でもお風呂入るの予定で12時過ぎてるだから、お母さんを今日はその時間まで起きてもらいますよ。明日楽しみだな。サイリウム振ってくれるかな。
こんな娘がいたらそれはパラダイス。中坂さんのパパ坂さん、昨日でもパパ坂さんとずっと LINE してたよ。仲良し。ママ坂さん怒っていいよ。ママ坂さん、ママ坂さんかわいそう。みゆはよくお母さんと買い物に行くんですけど、みゆは絶対に荷物を持たないんですよ。だからお母さんはみゆと買い物行っても絶対お母さんが荷物持って帰ってくる。マジかわいそうじゃない。あと今日は水着を見に行ったんですよ、ね、めっちゃね、なんかみんな好きそうな水着をめっちゃ買いたかったけど買わなかったっていう話です。あ、浴衣で寝るのありですね。なんか旅館とかだとそうですよね。あ、馬場坂さんは LINE じゃない、なんていうか、メッセージみたいな、 S ショートメールです。生誕会スコア当たりません。当たれー。夜の12時に入るの遅すぎじゃ。でもいつもこの時間なんですよね。24時過ぎてから浴衣の着付けを教える側の気持ちにもなってください。かわいそうお母さん。プール行かないけど水着が欲しくて。あ、でも今日服買ったんだ、2着。配信1周年期待しないでください。水着は着てないから。プール行きたいんですけどね。何のためにも着ないけど着てみたい、水着みたいな。でもだって一昨年か一昨年くらいに買った水着まだ着てないんだよね。まさかその平日22時くらいには寝るって聞いて、そうですよ。でもいつも結局中坂がうるさいから起こされてる。かわいそう。かなちゃんも配信ちゃう。みんな今日何、今日中華の日とかなんですかね。かわいそうだから。でも今日はちゃんと荷物持って帰ったんだよ、優しい。あとは今日お買い物も、今日はお母さんと2人で歯医者さん行って、お母さんの一緒に歯医者さんの帰りにスーパーに寄ってお買い物したんですけど、足りない分をみゆが練習して終わってから買いに行ったんです。はい、パチパチ。トーク会で水着の日ありましたか？ないです。あ、2人でコラボ配信してるんだ。いいですね。はい、パチパチ。中ちゃんの水着姿ちょっと恥ずかしくて見れない。でも中坂さんは水着しい水着は好きじゃないので、もう私服感、いかに私服感みたいな。歯医者は一人で行けないとかではない。違います。今日はお母さんが予約をしたので、目が行かなすぎて、だから一緒に行ったので、次歯医者は一人で行きます。もう今日は噴火の日と献血の日ですって。献血早くしに行きたいな。やばいな、してないな。モタンか川島かイさんかフさんとコラボ配信希望。イさんとかならノリノリやってくれそう。特会みえちゃんは生誕ティーで、ゆずぽさんはセットアップなんですが、独占ティーでセットアップどうすれば。やっぱりセットアップなんでセットにしないといけないから、白T、 白のミュウの生誕 T の上に黄色のオーバーオールを着たらもうセットアップみたいなものなんじゃないでしょうか。知らんけど。はなちゃんのチャイナ服めっちゃ可愛いよね。そんなこと言ったら見に行きたくなっちゃうじゃん。黄色のオーバーオール探してみますね。適当じゃないですよ。だからミエの生誕ティーの中の人は黄色のオーバーオールを着てるから、黄色のオーバーオールを着たら、フさん今してるんだ。でもね、これなんていうんですか、このなんでコラボ配信はなんか切り替えるのがすごい大変なので、私は好きではないです。なんかガチやりましょうっていうテンションでしか無理。
すごいかわいい。でもはやかちゃんの画面が全く見えない。すごい、なんかさ、さんちゃんの方のチャイナ服の方がさ、なんかはやかちゃんは結構ガチのチャイナ服なんですけど、さんちゃんはちょっとなんか長袖バージョンみたいな。ちょっとこっちの方がさ大人っぽくない？腕がちょっとスケスケしててねえ、かわいい。ガチ実況しちゃったやん明日のポジション分かった？明日のポジション分かったよん。探すから、そうサイリウムみんな振ってんね、公園。ガチプトーン。黄色の T シャツにオーバーオールで、違います、黄色の T シャツに、白の T シャツに黄色のオーバーオールです。川島とのコラボ神回になりそうな気がする。じゃあ9月とか暇だったら誘ってみますね。さんちゃんのコメント、コメントまで見てないです。あ、でもいつも見えのところにいる人いっぱいいます、いっぱいいますね。あ、いっぱいではないかも、だけどいますね。ほらほらほら、まあ、いっぱいではないけど、なんか中坂の配信でちらほら見る方がいます。オレンジ白青だよね、合ってます。ピンポーン。カウチムとします。セリウムいつも振ってるよ、3人分。いや、素晴らしいと思います。今の中坂みーちゃんは独占できません。中坂さんは探偵になりたいので、探偵のドラマを見ようと思ってるんですけど、探偵のドラマって何がありますか？探偵になりたい、一応みんな探偵になるんですよ33分探偵コナン金田一、あー聞いたことある、聞いたことあるコナン探偵物語、名探偵コナン、金田一少年の事件、それ見たことある気がします探偵物語。じゃあいいね、いつ来てくれますか？わかんないけど、もしかしたら10月の末とかに見れちゃうかもしれないらしいよ。めっちゃ鼻かゆい やめちゃいな、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 アドバイス、もう私ドリンクにな、ちゃい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 な、アドバイス。なんか中坂は同じ部にお友達がいて、写真を撮ってもお友達を探してるんですけど意外とお友達がいないんですよ、一部二部に。で入内島さやかちゃんだけが一部二部だ、なんかほとんど一緒だったの。だからお友達見っけしました。友達とドライブしてるんだけど、今横でいつも元気だねって言ってるよ。友達とドライブしてるってさ、どういう状況いいですね。なんかモータンは一部二部三部か、そっか、モータンがいるわ、いるじゃん。なんかさ、見つけられないの、同じ人が誰かとか見つけられないの。謎解きはディナーの後でとかする。ちょっと探してみます。おるーさんちょっと何のか分かんない。サヤってめっちゃ美人やない？いや、そうですよ、サヤは美人です。さすがにみや先輩に写真撮ってくださいっていう度胸はないので
あれです、ココちゃんも一部二部、ココちゃんいいですね。なぜモータの部を知っているのか。みんな勝てるからだよ。赤堀堀も一部に。おお。ゆいさんもね、え、みんなすごいです。皆さんなんかすごい、他の人の部よく知ってますね。あれ？よく知ってます。かまとさんもおるんです。タラタタタタ、ヘイ、タラタタタタ、ふう、扉開けたらまるでタイムマシン、ドゥドゥ、巻き戻された夢のねね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 ね、いや全然知らないよ、みえちゃん、マリンさん、ブルーさん、ゆずぽさん、みよまるさんだけ。なんか思うんですけど、え、なんか一部で何人まで回りきれると思いますか。で一部でみえもさ、皆さんみたいにさ、こう試験みたいなしたことがあるんですけど、一部で何人まで回れるんですか。一部二部しか行かないからしっかり研究しました。ああ、まあ、そうですよね、中坂がね一部二部だからね。まあ確かにさ、中坂だけでさちょっと過ごすのもねちょっと余っちゃうから、そのねあれですもんね。もうパレメ大好きすぎて昨日からパレメしか聞いてません、助けて。いい曲だから一生聴きましょう。一部は空いてるから5人はいける。おお。私は6人が限界でした。6人が限界。めちゃ一部で6人ですよ。でそれが一部でしょってことは、で何部までいるんですか。何部までいるんですか。本店で、本店握手会では一部で11人回ったことが。まさかの2桁。すごい。中坂さん以外は7部から。皆さんはその1部行って9部まで何してるんですか。すごい素朴な疑問。中坂は一緒 DS してたんですけど、あのすれ違い通信しまくってました。1から9まで決まってるじゃん。それでは昼寝します。オタクと食べってる。ああ楽しいです。大富豪やってます。あ、いいですね。もしかして分身の術とか使える人いる。え、ワンちゃんいるのかもしれない。本店はちょっと長いのね。1部から9部まで回るに決まってるじゃん。さすが。毎部、あー確かにそれはある。マジ時間 DS は可愛いな。マジでやってました。何してるって並んでるに決まってる。どこかしらのレーンに並んでます。もうメンバーの姿を遠くから見てる。あーいいですね。昔はパシの本やってました。もう長坂は、ね、携帯持ってなくて、あのすれ違い通信っていうアプリがあって、もう私がオタクだった頃はあの CDS のもう黄金期なんですか、もう誰もが持ってる時代で、もういろんな人とすれ違いまくってました。なんか SKE 大好きマンですみたいな人とかいたもん。だからみんなもしかしたら中坂とすれ違ってるかもしれません。ファンの人って顔って一回会えば別のレーンにいても覚えちゃう。いや、わかんない。中坂は結構覚えにくいタイプです。小声。国会でしか会えないファンの方多数だから、これたくさんお話しします。いいですね。でもさ、例えばさ、じゃあ〇〇さんは中坂と、じゃあ3部のメンバーを取ってるとして、〇〇さんはじゃあ A さんはみゆと、みゆが1、2部だから1、2部とじゃあ話した方がいいから6部取ってるとします。
で B さんは中坂と6部以外全部取ってるとしたらどうするんですか。もしかしたらすれ違ってるかも。ここにすれ違ってる人いるかも。20時47分すみません、やばいやばい。メンバーは時間が終わったら帰るの。あ、でもそんな秒でかは帰らないです。まとまって帰ります。まとまって、まあ、でっかい車両に散りばめられて帰るんですけど。あの、そうですね、わかんない。でも今はコロナだから一部ごとに帰るのかもしれないです。だからあの、マジ終わる時によっては4人とかで帰る時もあります。ではギフトを読みたいと思います。ゆかたさん、つやなご、かっぱさん、つやなご、おしさん、お花、焼き鳥さん、貝殻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 、ぴょんさん、レインボー、ゆかたさん、レインボー、おしさん、小判、月、お月様さん、人手と人手、キラキラ星さん、チアナゴ、カッパさん、貝殻、タラララヌブ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 タラララヌンプ、ハムスターさん、レインボー、ヒコブシさん、タツノオトシゴ、これなんだっけ、バカボン、違う、カトちゃん、ペンの人だ、ブタカトちゃん、すごいこれ可愛いですね。チアナゴ、ブルドックさん、貝殻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 、タツノオトシゴ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 、シャーさん、赤黄紫緑水色のだるま、レインボー、浴衣さん、貝殻、ナッキーさん、クマさん、ブタさん、ハート、焼き鳥さん、レインボー、オムライスさん、タツノオトシゴ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 、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。すごくない、これもう中坂のためのアバターみたいですね。それでは、ランキング見ます。今日の中身73位はデケ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 、イルカのアバターのふんふんふんさんです。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。来週のチェキ今更ながら買いました、ありがとうございます。22日までです、申し込み。20位から読みます、いきます、せーの、天使さん、ハムスターさん、ワカメさん、ピョンさん、スマッシュさん、焼き鳥スーさん、 SK のクーマーさん、ありがとうございます。イエーイ。11月28日の一部は中坂中村かまったです。お忙しい、頑張ってください。けどみんながそのアバターになったらダメなんでしょう。はい、もう個性豊かで好きです。そう、私はこの個性で溢れてるショールームが大好き。あ、素晴らしい。では13位から読みます。13位、ふんさん、ありがとうございます。12位、ふんふんふんさん、ありがとうございます、元気娘。11位、ふんふんふんさん、ありがとうございます、カキーン。10位、ふんふんさん、ありがとうございます、わさー。9位、ふんふんさん、ありがとうございます、ん、合ってる、9位、ふんふんさん、ありがとうございます、キー。8位、ふんふんさん、ありがとうございます、ぶどうプチプチ。7位、ふんふんさん、ありがとうございます、タコさん。6位、ふんふんさん、ありがとうございます、ピッピーフユッピー。5位、ふんふんさん、ありがとうございます、おーし。4位、ふんふんさん、ありがとうございます、ブル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 ドッグ。3位、
さあありがとうございます。にさあありがとうございます。ハドちゃんペブブー。そして今日の1位はドゥクドゥクドゥドゥクドゥクドゥドゥク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 ドゥンテン、さんです。ありがとうございます。浴衣カタカタありがとうございます。イエーイ、ありがとうありがとう。これまこちゃんのアバターなんだ。道理で三色団子食べてると思いました。本当だ、かわいい。ありがとうございます。イエーイ。9月11日はかな、埼玉スーパーアリーナ1日目が浴衣で2日目が私服です。ということでですね、4位飛ばしちゃった。嘘、ブルブルブルドッグしたよね。絶対絶対ブルブルブルドッグした。ほらブル、ありがとうブルブルブルドッグって言ってるもん。わかんないけど読んだよね。多分飛ばしてないと思います。はい、あははは。ということで2983人の皆さん、配信を見てくださってありがとうございました。イエーイ。あ、ごめんね、全然いいですよ。ありがとう、逆に教えてくれて。そう、みんな読んでない時あったら教えてください、ぜひ。ということでコメントしてくださった皆さん、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。ランキング変わっちゃった。あちこちどっちナッキーさんもありがとうございます。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、アメブロのチェックよろしくお願いします。11月28日、久しぶりに東海行くよ。あー、待ってます。それではまた明日の配信でお会いしましょう。この後21時2分からは大富豪よろしくお願いします。それでは終わります。せーの、めちゃーじゃんけんぽん。あっち向いてほい。今日の合言葉は、くぎづけ。バイバーイ。イエーイ。バイバーイ、バイちゃー。